こんにちは、そっか塾の久保でございますあの今日あたり仕事始めって方もいらっしゃるんじゃないですかね早い方は3日ぐらいから始まりますし、まあ、そもそも、まあ、正月休みななんてていいよっっ方もいらっしゃさまざまな方がこの社会の一翼を担う形でお互いがお互いを支え合ってるわけですよねその中でねどうしても仕事始めにはなんとなくちょっと面倒くさいなとか仕事行きたくないなみたいな気持ちになっちゃったりするんですよね でもやっぱりね、手を抜かなないいいででもらいたいなと思うんですよ、えー。これはですね本当にね寂しい話なんですけども,もう私がねこのことについてどうこうってことはないんですけども明らかに手を抜いた接客を私はね感じてですねでちょっとね気の毒になったんですよね。なんで気の毒かというと一つはですね私だけに手を抜いたんだったらまだしも多分今日は適当に流しとこうっていう意識で 初出勤を迎えられたんじゃないかなと推察するんですよ必ずですよ必ず手を抜いた仕事にはその手を抜いた商品やサービスを受け取っているお客様がいらっしゃるんですよねこれ会社に雇われてるからなんとなく感覚はないと思いますけども自分の手を抜いた部分っていうのはその分正当に受け取れるべきサービスや商品の質を落としてお客様に受け取られてるんですよね つまり手を抜いたことによってお客様から利益を盗んでるってことなんですよそして同時に雇ってくださってる会社の信用も落としてるってことなんですよで仮に他の人がねその手を抜いた分をカバーしたとしたら不平等で不公平が起きてるわけですよ手を抜いた方は楽になり手を抜いてない方は抜いた人の分までプラスアルファでやらなければならないというね要するに負担を人に押し付けているわけなんですよ 世の中は不平等だ不公平だというふうに言うあなたがですね自分で不公平や不平等を作り出していてその恩恵を受けてるわけですよつまり手を抜いたのに何のおがめも受けないまさにね今日は仕事をなんとなく流してやりましたとかね今日出勤だからずるあのだるいなとかねうんまあ今日は仕事ただ挨拶だけだから楽だとかねどうなんですかね特に 自分のビジネスを志すものが、人のビジネスの手伝いもね、そんな手を抜くようで、じゃあ今度自分のビジネスがどこまでできるのかなと思っちゃうわけですよ。もちろん、手を抜いて、なるべく楽になるべく多くのお金をもらおうというふうなね、気持ちでお勤めになってるなら、これはもう私の声なんて届かないと思いますけども、はっきり言ってね、高校生のアルバイトのレベルですよ、そういうのは。こういうと高校生のアルバイトがね、起こるかもしれませんけども、なるべく 早めにタイムカードを打って、なるべく遅くタイムカードを打つ。1分でも1秒でも時給をもらいたいな。そして、なるべく楽をして給料もらいたいな。そういうふうに思っちゃうのはビジネスの初心者ならあることです。なんで自分の時間を切り売りしてるわけですからね。でも、一定の年齢とかになってくるとちょっと変わってきます。特に社会の一億をになってる立場なら、30代、40代、50代を過ぎたら、 仕事によって自分をね、どこまで鍛えれるか。例えば、今日出勤しますよね。出勤初日に自分だったらどのぐらい売り上げを作れるかなっていうところに挑戦すれば、会社の看板と会社に責任を押し付けたまんまで自分のビジネスセンスは鍛えれるわけですよ。ね、そして自分の力がついたらそれは自分の人生そのものを保管してくるわけですよね。つまり会社を辞めても全く困らないってことになるんですよ。 でも会社で手を抜くことを覚えたら会社を離れたらもうね手を抜く自分が自分の足を引っ張ってビジネスを潰していくんですよねここに気づいてほしいなと思うんですよ他人から職場を借りてそこで責任を取ってくれて給料まで払えるで会社のリソースや上司や部下を自由に使って自分の能力の限界まで試せるわけでしょすごくいいじゃないですかそれがね仕事をやらされてるみたいなね 今日は仕事が多くて大変だとかね。そうじゃないでしょ。与えられた仕事以上にやるから仕事なんですよ。与えられたことを何とかこなして終わってるようでは先はないですよね。逆の立場で自分に部下がいるとしてね、自分が振った仕事を80%ぐらいしかやってな、やってくれなかったとしたら、最終的に残りの20%埋めるのは誰ですかってことなんですよね。80%ならまだいいんですけども、明らかに手を抜いて、 10%しかそいつはやりませんでした残った90%は誰がやるんですかってことになりますよねさすがにそんな僕は使いたくないですよねなんであいつはあそこまで手抜いて給料12万円もらっていくんだよ給料泥棒だって言うんじゃないですかねつまりは今日なんとか手を抜いてやり過ごしたぞと思ったあなたが給料泥棒ってことなんですよしかも出勤初日からそんなね気合いの入ってないことで一体どうするんだと 休休み明けがしんんどいっっっててたら、むなな話ですよ。これはね必ずしもブラックロードを進めてるわけではないんですけどもやっぱりねうんこれ言い過ぎでなければねいいんですけどもブラックロードは確かに許されることではありませんけども逆にブラックロードをね年の単位で続けてるとしたらやめないあなたに原因があるかブラックロードを乗り越えるぐらい生産性を上げないあなたに原因があるかってことになってくるんですよ。 だって辞めてもいいわけですからね。ブラックじゃない職場を選べばいいわけですよ。世の中にはブラック企業しかないってことではないです。正当な対価をもらいながら、勤務時間はちゃんと老朽法に守られている。そんな職場もあります。もちろんそういうところは競争率が高いんで、それなりの人物にならなければ、その場所はやっぱり誰もどうぞっていうふうに開けてくれませんよね。つまりは、安く見られてる原因は、どこにあるのかってことなんですよ。 手を抜こうとか、仕事が楽だったら得したみたいな感情のところに、やっぱりね、高く見積もってくれる人はいないですよね。そんな根性だったら。10与えた仕事を30ぐらいやってくれる人には、さらにいい立場になってもらおうというふうに思います。なぜなら、そんなにやる気のある人、ね、失敗しても失敗しても取り組んでくれる人、大事にしますからね。でも、10与えた仕事の2か3、 7か8ぐらいしか意図的にやらないとしたら意図的に手を抜くとしたらそんな人誰がやっといたいんだって話ですようん私はもうすでに誰かと一緒に仕事するってことはなくなりましたけども少なくともね即課塾という私のチームに入っている方にはビジネスの場で自分を鍛えてさらにビジネスのセンスを上げてほしいなと思うんですよせっかく出勤してどこかの会社に勤めてるならそこでナンバーワンにならなければそのぐらいの気持ちがなければ 一人でビジネスやるなんてもう無理ですよ。うん。組織に守られてなんとなくごまかしながらやってる自分がいるところで、その組織が離れたら明らかに能力が低下するじゃないですか。で、逆なんですよね。自分がどんだけ働いても他のサボったやつの養分になってると感じたら、独立したらものすごく伸びると思うんですよ。自分はどっちなのかなってことなんですよね。本当に100%、120%のパフォーマンスで仕事に挑んでるんだろうか。 自分の能力を全部出し切ってもまだねまだ足りないぐらい自分には意欲があるのか次へ行こうと思ってるのかそして会社が重荷になっているのか会社を辞めても全く自分は困らない逆に会社を養わなくてよくなったらもっと生活が良くなったっていう立場なのかそれとも会社を離れたらとてもじゃないけどやっていけないっていうふうな会社に養われている立場なのかそこを考えた時に少なくともね 勤めてる会社の平均点を取れるぐらいにはやっぱややらななないいいいけけんのじゃないかかかと思うでですけどもいかがですどがねいや仮にねそんな人がいれば多分分かってくださると思いますけどもこの放送を見てくださってる方のほとんどがそんなことはないと与えられた仕事の10倍20倍やるつもりだよとどんな仕事も丁寧にしてつまらない仕事なんてのはないよと。 どんな仕事も自分を鍛えてくれるしそしてコンプリートした仕事は必ず喜んでああよかったというふうに言いながらお金を払ってくださるお客様がいるつまりはお互い様の関係がそこにできているよってことだと思っていただけてるんじゃないかなと思います。仮ににににもね手を抜いいた自分がそこに明確にいるのに給料だけくれくれれというふうな人はいないと思うんですよね。えー、年の初めに 起きそうな感情に対してちょっとねカツを入れてみましたけどもいかがだったでしょうかそれでは今回は以上ですいってらっしゃい